大丈夫。3人いるんですけど、最後の一人ということで最後締めさせていただきたいと思います。
ありがとうございます、うん、最初にやったのは、昔やってたバンドの曲なんですけど、なんか珍しく外国から帰ってきた元メンバーとかがいるんでやってみました。体がいるの、まあ、別に帰ってこなくてもやってたんですけど。さっきすごいねハードル上げてくれた人がいたんですけど、すごいやりにくいんですけど、アイドルソングはやりません。ここしか弾けません。ここだけ練習してます。ああ最後にそうスマップね、ここだけ弾けるけどできません、やらないです。次は、何だろう、カバーをやります、モーモールルギャバンというバンドの悲しみは地下鉄でっていう曲、結構、まあ、マイナーかもわからないけどやります。悲しみは地下鉄で見失った、僕は死ねばいい。
りひどい雨だね。CD も出してるんですけども、今日はアコースティックライブという、体制をとっていまして、それぞれ一人一人が歌うというイベントをしてるんですけども、まあそれなりに理由があってこのイベントにしてるわけで、私たちホームパーティーピーポーというバンドなんですけど、見ての通り料理とか並べてね、飲み物とか飲んでね、カフェでね、すごいホームパーティー感のあるイベントに現状なっていると。この後はみんなお酒が入っているよくわからないことになるかもしれないけど、まあそういうアットホームなイベントにしたくて今日こういうイベントをしました。まあ僕らのことを知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、まあこれから来月はちゃんとバンド体制でライブやったり、まあ止まることなく活動していくのでよろしくお願いします。じゃあちょっと、バンド以外で作った曲を1曲やります。 BGM という曲を。
次の曲で、最後になります。もう、イベントしたら最後です。3人で最後出てきてやるとか僕らできないです。準備してないから僕ら準備してることしかできないバンドなんで、準備してないことはできないです。あと1曲とかやるのも準備してないのでできないですそれを踏まえて、まあ、最後の1曲になるんですけど、今日このイベントというか、まあ、出てくれたメンバーもそうなんですけど、場所を提供してくれたパソカレコーヒーの伊藤さんに拍手トップバッターホームパーティーピッコーの加藤翔吾くんに拍手2番目、ホームパーティーピッコー田中修太郎に拍手で、私最後古田締めます。最後、CD の…あ、ごめんなさい拍手してもいいですよ最後じゃあ CD に入ってる曲で締めたいと思います。とうとうとという曲をやります。
くらい。